毎回週替わりのパーソナリティがお送りするオールナイトニッポンゼロ、今週は私たち YOASOBI が担当します。こんばんは、 YOASOBI コンポーザーの綾瀬です。こんばんは、 YOASOBI ボーカルのイクラです。始まりました。始まりました。緊張してる？緊張めっちゃしてます。綾瀬さんも俺の方が多分緊張してます。はい。もうね、おぼつかない、いろんなことがもうキョロキョロしちゃうし、手がすごい動いてる感じがします、うん、半端じゃない。だからゆっくり落ち着いて喋ろうね。はい、はい、ゆっくりゆっくり喋ります。僕あの配信アプリで、このビタースイートサンバを流して、うんうんうん、どうもオールナイトニッポンゼロを聴きの皆さんっていうモノマネを、ほんとつい数ヶ月前までやってたりしたのが、まさか、はい、本物に出れる日が来るということで、すごく光栄なことですね。はい、こんな遅い時間ですけど、ちゃんとご飯食べました？はい、食べました。私夜ご飯に手巻き寿司をお家で食べたんですけど、あの今日オールナイトニッポンってことで、ちょっと験担ぎで、なるほどね、あのイクラを食べてきました。お、あれ？イクラそんなに好きじゃなかったんですけど、今日は今日は食べた方がいいと思って。イクラなのにイクラが好きじゃないっていう結構パワーの話をもう。そう、実はそう、あんまり好きじゃないんですけど、ちょっと今日は、はい、あ、もう親子で行こうと思って、サーモンとイクラを巻いて、大きい食べました。美味しかったです。もうこれでいけると思って。なるほど。あやすさん、はい、何食べました？僕、俺何食べたっけ、サンドイッチを1個だけ食べて、あんまり食欲ねえなって思って、あ、もう結構もうその時は緊張したから結構緊張してっていうことで、あの簡単に YOASOBI の自己紹介もしていこうと思います。はい、私ボーカロイドプロデューサー、ボカロ P ですねの綾瀬とシンガーソングライターのイクラによる2人組の音楽ユニットです。テーマがありまして、小説を音楽にするユニットというテーマでやっています。すでにある小説から歌詞と音楽を紡いで楽曲にするという活動をしております。はい、ありがたいことに、あのたくさん楽曲を聴いていただいているおかげで、おかげさまでこうやってオールナイトニッポンゼロのパーソナリティを務めさせていただくことになりました。はい、いや本当に俺震えてるもん、ちょっと震えてる。普段ラジオとか聞きますね。でもそうですね、ちょっと裏になっちゃうんですけど、スクールオブロックとか、バチバチの他局、ね、ごめんなさい、ちょっとすいません。はい、あ、大丈夫ですか、はい、禁止用語じゃないですか、大丈夫ですか？あ、大丈夫ですね。大丈夫。はい、あとは昔、ちょっとこれもまた、ちょっと他局みたいな感じになっちゃうんですけども、はい、昔よくお父さんとドライブとか行くときに東京 FM を聞きながら、なるほど。はい、あ、ちょっと私の話ちょっと置いといて、ちょっと綾さんに言った方がいいかもしれないです、ね。いや、いいよ、どんな番組聞いてましたか？もう僕は普段でそんなにラジオは聞く方ではないんだけど、うん、あの、まあ、今回こういうお話をいただいたきっかけもあって、うん、こうオールナイトニッポンの過去回を聞かせてもらったりとか、結構すごいさ、そうそうたる人たちがこう、メンズというか、アーティストの方々がやってるので。どちらの方聞いたんですか？僕はね、あの、スーパービーバーの渋谷龍太さんのとか、あとクリーピーナッツさんのとか、聞いて、あの、すごいなと。これと同じことを僕はやるのかと思って。楽しみに、まあ、勉強してきたわけですね。はい、勉強してきました、はい、というところで、それではそろそろ行きましょう。せーの、 YOASOBI のオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、 YOASOBI の綾瀬です。こんばんは、いくらです。いや、これよ、この音楽ですよ。いや、もう今心臓ブワーって、うん、汗めっちゃ出たもん今。ビタースイートサンバ来たこれっていう感じで感慨深い、感慨深すぎる。私たちがオールナイトニッポンゼロって言ってる、そうこれって言ってるって、これ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 、なんかすごいよ。未成年ですけど、お酒開けたくなりますどういう感じそれなんか急に思っちゃった、はい。まあ、この番組は、はい、あのもちろん生放送でお送りしております。いくらさん、何か生放送と証明できる一言などあれば。そうですね、はい、まあ、あの今は曇りですか、どうですか、なんか曇ってる、わかんないか、わかんない。じゃあ証明なんだろう、綾瀬さん今日あのツイッターでヘッドホン壊れたみたいな。あ、そうですね、これリアルタイム、はい、これリアルタイムです。割とさっきの話なんでね、はい、じゃあ生放送ということで、はい、はい、そうです。ヘッドホンがあのちょっとローを上げすぎて、低い低音を上げすぎちゃって曲作ってるという。ああ、そうなの。ブスンって言ってヘッドホンが飛んでっちゃった。飛んで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 くっていうのは故障しちゃうってことね。ああ、そうそうそう。飛ぶっていう、ね。
なんかアニメーションみたいなことを想像しちゃった。違う違う、そのバーンって言って上にポンとか、そういうことじゃない。そういうことじゃない。なんか違ったんだ、はい。っていうこともあったりしました。はい。まあ、なんといっても、夜遊びです。はい、この時間今だって3時ですから、リアル夜遊びですね。リアル夜遊びですよ。もうそう、お昼にぬくぬく収録してそれを流してるってわけではないので、はい、ちゃんと今曇りでやってますから、はい、曇りか、はい、うん、そうですね、リアル夜遊びをしております。はい、はい、で生放送というわけで、ラジオの前のあなたもぜひ参加してください。今夜はこんなメッセージテーマを用意してみました。多分〇〇。うん、どうしてこういうテーマかと言いますと、もっと夜遊びのことを知ってほしいのに、ウィキペディアがすっかすかなんですね。見たことある？あります。ね。なんか、すっかすかなね。本当に。取ってつけたかなよね。もうちょっと誰か寄ってくれててもいいんじゃないかなっていうぐらいに、うん、ね。なんでなのに立ち上がったのっていうぐらい、何もないっていうぐらい、すかすかなので、はい、そう、夜遊びに関する情報がまだほぼ皆無ということで、うん、はい、ですので、夜遊びって多分〇〇じゃないという、こう、僕たちがどんなグループ、ユニットなのかっていうのを、もう 100% 先入観で OK なので、はい、予想メールを送ってください。はい、まあ、例えばこう、夜遊びはレコーディングをスタジオじゃなくて神保町の古本屋の屋根裏部屋でこっそりやってるんじゃないかとか、まあ、やってないですね。やってないですよね。そんなわけないんですけど、はい、とか、多分綾瀬さんは目玉焼きにオイスターソースをかけて食べるタイプなのではないかとか。これ気になりますね。私は醤油派です、はい、あ、醤油、はい、言っちゃうんですね、もう、はい、これはそうですか。私も醤油でやらせてもらってます。はい、オイスターソースかけたことないな。私もないです。ないです。オイスターソースってどんなやつですか？オイスターソースって何？カキってこと？あーあーでもちょっと全然ピンとこなかった。はい、だとか、あとは多分いくらさんは黒猫を2匹飼っていて、名前はあけぼのと武蔵丸なんじゃないかなどなど。なんでこんな和な名前で、逆にってことじゃない？わかんないけど、私の親友のこの、うん、あのね、飼ってる猫の名前武蔵です。うん、あ、以上です。はい、大丈夫です。はい、ニアピンだね。ニアピンで、ちなみにペットは飼ってる？は、まあ、金魚飼ってます。あ、金魚飼ってる。ペットって言うかな。まあ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 、金魚。名前は、すごい、うん、あの難しくて、女の子が、まあ、女の子だと思う金魚が、うん、言葉にって名前で言葉に、はい、なんでそれを？お兄ちゃんが名前つけたんですよ。はんはん。で、男の子と思われる、金魚が言葉郎っていう名前なんですけど、うん、でもそれをあの長すぎて、うちのお母さんは、うん、あの白のと黒いのなんで、白ちゃんと黒ちゃんって呼んでる。うん、別に言葉にその長いとは感じんか、あ、感じがなかったでもなんかお母さんはずっと白ちゃん白ちゃんって言って、結局白ちゃんになっちゃいました。白いの？白いです。あ、なるほどね。はい、まあみたいなね、はい、ちょっとどうでもいい話します。はいはい、はい、まあそして、このテーマにはですね、もう一つ理由があります。はい、来週7月の20日にリリースされる YOASOBI の新曲のタイトルが多分なんですね。はい、はい、そして今夜新曲こちらの多分の初解禁が多分あるかもしれないので、こちらもまあ絶対にあるんですけど、絶対やらせてください。絶対にあるんですけど、はい、お楽しみにということです。はい、ですので新曲多分は、多分こんな曲なんじゃないかっていうような予想のメールとかもあればぜひ、はい、あのどしどし、はい、送ってください。どしどし送ってください。そしてそしてですね、さらに今夜はこんな企画も用意しています。いくら団長勝手に応援団。うん実はですね、学生時代、あのいくらさん応援団に、はい、所属していたことがあるということで、はい、そんな、ね、いくらちゃんが背中を押してほしいという方にエールを送る企画です。はい、はい、応援してほしいという方ぜひメールをお寄せください。これ、はい、でも応援団、どういう応援団？応援団っていうのは、あのみんなが知ってるようなフレーフレーってこう手でやるようなやつではなく、うん、あのなんかこう創作ダンスを応援合戦みたいな感じで、はい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 、チアリーディングチックな感じ。いやー、でも本当にあの中学1年生か3年生まで男子も入れて全員で踊るやつ、うん、なるほどね。はい、です。で、団長だったんだ。はい、応援団長やりました。わということで、はい、でですね、団長が、いくら団長が突然電話したいと言うかもしれないので、電話 OK だよという方は電話番号も書いておいてくれればと思います。はい、電話しちゃいますよ。はい、はい、そしてこんな企画もあります。こんな書き出し小説は嫌だ。私たち夜遊びのテーマは小説音楽になんですが、
いくら私たちでもこんな書き出しの小説は音楽にできないというような文章を書いて送ってください、うん、最初の 1,2 行で大丈夫です、うん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 、ちょっとこれも面白そうな、これ面白いよね、コーナーですよね。こんな書き出し小説は嫌だ、まあどんな小説であろうとそこに物語があれば楽曲にできると僕は日々豪語しているので、そうですね、はい、本当にそれが本当にできるのか、できるのかちょっとチャレンジなところもあるかもしれないので、はい、ぜひぜひちょっといろんなあの感じで送ってくれればなと思います。はい、そしてですね、すべてのメールはこちらまでお送りください。yoasobi@allnightnippon.com、yoasobi@allnightnippon.com、番組を聞いての感想もぜひお寄せください。そしてツイッターでもどんどん盛り上げていってください。ハッシュタグ yoasobiann0 をつけてつぶやいてください。これツイッターすごい盛り上がるイメージあるから俺も、ありますね、結構トレンド入りとかしてる、したいよね、だから、うん、ちょっと皆さんよろしくお願いしますよちょっとぜひあのガンガン盛り上げてください。はい、はい、いろいろ駆け足であの説明しましたが、ネットで夜遊び、うん、オールナイトニッポンゼロで調べると上の方にホームページが出てきますので、うん、あの詳しく書いておりますので皆さんチェックしてみてください。はい、夜遊びのオールナイトニッポンゼロ、2時間の生夜遊びです。はい、最後までお付き合いください、はい、それでは最初の曲です。私たちの原点ともいえる夜にかけるという曲をお送りしますが、うん、綾瀬さん、この曲を作るにあたってどんな思いがありますか？これね、まあだから夜遊びのデビュー曲だからね。そうですね、そう、だから小説を楽曲にするっていう試みもだから初めての曲だったから、もう何度でも作り、何度こうスタッフさんとかとも話し合って、もっとこうのがいいんじゃない、こうのがいいんじゃないって20曲30曲ぐらい本当にボツになって、さまざまな曲の屍を乗り越えてできた曲なのよ、これは。デビュー曲すごい時間かかってましたね。めちゃめちゃ時間かかった。3、4ヶ月ぐらいずっと夜にかけるの。しかも夜にかけるっていうさ、その何タイトルも決まってなかったわけだからさ、もうなんだろう、夜遊びのデビュー曲っていうもうその仮タイトルでずっと一生そのことだけを考えて生きてた、去年は。本当に。ぐらい時間をかけて作った思い入れのある楽曲となっております。はい、いくらちゃんはどう、はい、これを歌ってみての何か思いなどは。そうですね。本当に最初の曲だったんで、うん、なんかこう、あんまりこう自分の色を出しすぎないようにしたっていうのを意識したところで、やっぱりこう小説音楽にするっていうところがあるので、うん、やっぱり主人公を歌うっていうことを一番最初にこう、やり始めたところではあるので、うんうん、そうだね、すごくそれは意識しました。しかもこのなんか夜にかけるの、その、うん、レコーディングのためのレコーディングっていうそのプリプロっていうものがあるんだけど。ありましたね。そこが僕とイクラちゃんの初めましての場だったんで、うん、そう。っていうのもあるから、覚えてる？あの時の感じとかって。覚えてます。なんか全身真っ黒の服着てて。そうちょっと怖いと思って。覚えてないの？そうか。そう。で、なんかピアスを結構開けてるじゃないですか。そうね、うん。で、あ、ちょっと私この人怖い人かも、どうしようと思って。やばいやつに、話に乗ってたかもしれない。でも本当初回の初めて会った時は、うん、ほとんど言葉交わさず。そうだね。まあお互い緊張してたのもあるし、うん、そうね。レコーディングのその、こうして、ああしてみたいなことぐらいしか喋んなかったんで。うん、しかもさ、あの時さ、イクラちゃんの誕生日が近かったかなんかで、スタッフさんがね、おめでとうみたいな。あ、やってたかも。やって、なんかアマゾンの箱をプレゼントしてたのを見て、ああって私で、はい、おめでとうとかって言って。そうだったかも。おめでとうございますとかって言ってた。そんな、はい。はい。じゃあ、行きましょうか。はい。それでは、もうこれは二人で行きましょう。はい。せーの。夜にかける。今夜は朝まで夜遊びしましょう。はい、というところで、ゆくらさん、ツッコミが来ております、はい。メールを読ませていただきます。ツッコミ、はい、はい。神奈川県、馬の耳にでんぷんさん。ゆくらさん、ここは嘘でもオールナイトニッポン聞いてるって言っておいた方がいいですよ。まだ間に合いますよ、と。オールナイトニッポン聞いてます間に合ったかな滑り込みセーフかな、はい、でも私も本当うん、モノマネしてました。友達と電話とかで。うん。そうね。え、今、ちょっと大丈夫ですか？媚び打った感じになっちゃった。はい。ということで、はい、朝まで夜遊びしていきましょう。はい。改めまして、夜遊びの綾瀬と、夜遊びのいくらです。
この時間は夜遊びのオールナイトニッポンゼロを生放送でお送りしています。はい、綾瀬さん、質問が、メールが来ております。はい、神奈川県沼袋さん、綾瀬さんに質問です。はい、先ほどコンポーザーという何やら聞き慣れない言葉が綾瀬さんの口から聞こえた気がするのですが、それは一体どういうものなんでしょうか。はい、お教えいたしましょう。これ結構言われるんですよね。でもコンポーザーって何よって。そうですよね。僕もだってそんなに聞き慣れてた言葉ではないから、うんうんうん、何かと言いますと、つまりは作詞作曲してる人っていうことです。あ、そうなんですね。そう、もう簡単に言っちゃうとね。あ、でもそのプロデューサーとはまたちょっと違うから。あ、そうなんだ。まあだから楽曲もう音楽を全般作っているよっていう、うんうん、だから YOASOBI の作詞作曲を担当しています綾瀬ですっていうことだね。それをカッコつけて言うとコンポーザーっていう。なるほど。ボーカルに合わせてって言って、そうやって言ってるってことですか？え、どういうこと？なんか英語に合わせてるのかな。まあ、でもそうね。いや、なんかボーカルいくらって出てさ、作詞作曲は綾瀬ってなると、うん、なんかちょっと、うん、まあ、ユニットだから。そうそう。っていう感じでございます。そういうことだったんですね。はい。はい、なので、まあ、改めてね、まだまだ全然、もちろん知らない方ばっかりだと思うので、いろいろと自分たちのことをも紹介できたらなと思います。いくらちゃんもちょっと、はい、シンガーソングライターとしてね、活動してるっていうのがあると思うんだけど、はいはい、どういう活動を実際にしてるの？はい。まず、イクラっていう名前がもともと私のシンガーソングライターとしての名前のイクタリラっていう、うん、名前から、文字ってイクラっていう名前だったりしたんですが、うん、イクタリラっていうのはシンガーソングライターで、作詞作曲を自分でもしていて、うんうん、自分でアコースティックギター持って、ライブしたりしてます。はい。はい、そんな二人が、で、僕は普段ボカロ P をやってるっていう、ね。ボカロ P っていうのも、ボーカロイドのソフトを使用して楽曲を作る、ボーカロイドプロデューサー、いわゆるボカロ P という。これ説明しづらいやつですよね。そう、毎回、でも分かんない人多いからね。ちゃんと説明していかないと。はい。はい、という、二人でやっております。はい。で、改めてさらに YOASOBI の自己紹介をさせていただきたいんですけども。はい。僕らですね、JCJK 流行語大賞2020年上半期一部門で1位を獲得させていただいたというのが最近ありまして、ありがとうございます。嬉しいですね。ありがとうございます。いや、嬉しいでしょこれ。本当に俺めちゃめちゃ嬉しかったよ。マジで JC と JK の流行語大賞だから、もう流行りの先端に俺たちがいるんだっていう。そうですよね。すいません、偉そうなこと言って。なんかツイッターで、うん、なんか俺もこれで JK だみたいな。あ、そう、まあ実質 JK だね。いや、もう JK が性別超えちゃってますよね。JK だよ、これは。JK だ。うん、よかった。私もこの間まで JK だったんで、そうだね。なんか嬉しくて。あなた何歳なんでしたっけ？今19。ね。大丈夫？こんな夜遊びしてて。あ、もう19なんで大丈夫です。はい。で、ちなみに言葉部門では、〇〇しか勝たんっていうのが1位。みんな言ってましたね。みんな、俺もね、これはさすがにツイッターとか見てても、やっぱり目にしてた。うん、ということで、19歳の現役女子大生のイクラさん、使ってます？普段。まあ、あんまり、口にしてはないけど、めっちゃ、うん、ツイッターとか、うんうんうん、YouTube とかのコメント欄で、うんうん、誰々しか勝たんって、めっちゃ見ますよね。うん、そうね。綾瀬さんはもちろん、知ってます？もちろん知ってます。はい。ここにはね、もちろん知りませんよねって書いて、ね、書いてありますね。いやー、もうそんな甘く見てもらってないんですよ。僕は。だって JC、JK の流行語大賞に入ってるような人ですからね。先端だから。はい。JC と JK のこの先端にいる人だから、俺。最先端で夜かけてますね。そう、そういうことです。ちょっと、はい、カットで。はい。はい、夜遊びしか勝たんって。そうね、言われたいね。言われたいですね。はい、夜遊びしか勝たんと、ぜひ。はい。いっぱいつぶやいてください。はい。でですね、先ほどお送りしました夜にかけるという楽曲なんですけれども、はい、なんとありがたいことにストリーミング再生回数が1億回再生を突破しました。ありがとうございます。すごないこれって話を。1億回って何回？一億回です。いや、そうなんだけど。どういうことそうなんだけど。何それ。そうなんだけど、一億回って。そうね。普段ないじゃん。普段ない数字だね。うん、数えることのない数字だもん。一、うん、億だってよ。だってこれを受けてね、YOASOBIのチームの LINE グループがあるんだけど、もうスタッフ含めみんな、まさかこんなことにこんなスピード感でなるとは本当に思ってなかったね。頑張っていこうねっていう感じで、こう、じわーってなってたもん。なってましたね。一億回だってよ。いやー、ちょっと、なん、1億回本当に、うん、そう、うん、はい。はい、ごめんなさい。っていうところで、まあ、さっきシンガーソングライターとして、ね、イクタリラとして、うん、イクタリラで略してイクラっていうのでね、イクタリラとして活動してるっていう話があったと思うんですけど、はい、幼い頃、どんな子供でした？イクラちゃんは。私は本当にもう、24時間、
歌っ、うん、あ、寝てる時以外は、うん、もうずっと四六時中歌ってて、もうソファーの上だったり、うん、なんかタンスの上とか、タンスの上タンスの上とか、はしごにの、いいんです、はし、あ、タンスですか、うん、はしご、あ、はしごじゃない。タンスは、タンスは、寝てきました、ちゃんと。タンスは、うん、あ、ほんと3、4段ぐらいのタンスの上に乗ったり、うん、ソファーの上乗ったりして、そこステージにして、うん、お母さんの化粧品の、ね、はいはいはい、あのボトルみたいなやつをマイクにして、うん、ずっと歌っててもうそんな感じの子供でした。じゃあもうやっぱシンガーソングライターというかその歌を歌う人になりたいっていうのがずっとあって、うん、そうですね。綾瀬さんはどんな。綾瀬さんはね、まあそのすごいちっちゃい時のことはもちろん覚えてないんだけど、うん、その両親とかに聞くにはあの仮面ライダーとかさ、ああいう戦隊ものとかが大好き。だからもう本当にザ男の子の。そうですね。そうそう、ちっちゃい男の子っていう感じで、うんうんうん、こう仮面ライダーとか好きな番組がこう始まったら、急にバンって飛び起きて、ね、うん、そうそう。そのオープニングテーマに合わせて、ものすごい踊ってたっていうのは、未だに言われるから。皆さん想像できます？相当面白かったんだろうなと思って。そうそうそう。そういう。そんな人が今、夜にかけるとか書いてるって、そうか。みんなやっぱり、最初は一緒なんですね。小さい頃は。最初は一緒です。もう、うん、そう、長い棒が好きだし、あの木の枝とか、剣にしてすぐ遊ぶとかさ、あの、スターウォーズの伸びるライトセーバーとかもね。憧れますよね。そうそう。もう、持ってたよ、うん、俺、買ってもらって。とかしてやっておりました。はい、そんな私たちですけれども、いくらちゃん、はい、あの趣味とかなんか休みの日に何してるかとか、なんか、うん、私たちどっちも結構そうだと思うんですけど、音楽以外の趣味聞かれると、はい、なんだっけってなりますよね。うん、もうほぼ音楽なんで、そうなんかね、かっこつけてるわけじゃないんだけど、ね、そうそうそうなんですよね。どうしても、ね、お休みの日は本当に YouTube とかでゲーム実況を見たり。うんうん、してます。あやすさんも、ね、俺もなんだよね。結構似てるとこがあって。そうなんだよね。お互い唐揚げが好きだし、ね。唐揚げが好きだし。そうそうそう。そういう感じの、じゃあ、もう休みの日はじゃあゴロゴロしながら YouTube 見て。とにかく休みます。なるほどね。はい。あやすさんは、普段の活動、うん、まあ、ボーカルでプロデューサーとして活動してられてますけど、はい。なんか、何、普段何してます？普段、うん、休みの日、はい、あ、その、YouTube を見るとか以外で。以外で。でもね、まあ私、もう、御年26なので、あの、お酒がね、まあ私は飲める年なので、お酒が大好きなんですね。はい。はい、もう、あの、絶対に、なんだろうな、趣味何って聞かれたら、本当音楽と酒としか言えないんだけど、ビール、絶対ビールの人で、そう、ビールを。うわ、ビールなんだ。そう、友達と、もう飲みに行くっていうのが、まあちょっと今こういうご時世なのでね、あんまり外に出るっていうのはできないんだけど。なるほど。それが俺の休日のもう、過ごし方だなって感じだね。はい、で、まあここでそもそも YOASOBI を結成したきっかけっていうのが何かっていうのをちょっとお話ししようかなと思うんですけれども。はい。まあさっきもね、言ったんですけど、小説を音楽にするっていうテーマがまずありまして、で、これもどこから来てるかっていうと、物語 .com っていう小説投稿サイトがありまして、はい、でそちらのスタッフさんから、こう、小説を音楽にするっていう、こう、キーワードで、あの、ユニットとかをやったら面白いんじゃないかっていう、こう、提案をいただいて、で、そこでちょっと曲書いてみませんかっていう提案を僕先にいただいて、うん、あ、なるほど、それは面白そうだっていうところで、こう、うんうんうん、なんだろうな、チームに参加するって感じというか、僕も、じゃあ一緒にってなって、じゃあ、ボーカリストどうしようってなった時に、インスタグラムで、こう、幾田りらとして、シンガーソングライターの活動で、カバーの動画とかを上げている、いくらちゃんを発見して声をかけたっていうのがきっかけなんだが、実際どうだった？初めて声をかけられた時は。いやー、まず、うん、得体の知れない、うん、ちょっと言い方間違えました。いや、間違いない。間違いない。得体の知れない、ね。得体の知れない大人と、うん、得体の知れないボカロ P の人と一緒にやりませんかって言われて、最初は、まず、小説音楽にするってコンセプト自体が、うん、どういうことだって一回整理して、ね、うん、で、あ、でも、あの、その、曲を作ってくださる、あやすさんっていう人なんですよって言われて、うん、YouTube で聞いたときに、結構衝撃受けて、私、あやすさんの、ラストリゾートって結構最初に聞いて、はいはい、うわ、これ、絶対、一緒にやった方がいいって思って、うん、それで、あ、ちょっと得体は知れなかったですけど、挑戦してみようって。うん、なんか、得体の知れないだけの人だったのが、得体の知れないいい曲書く人だっていう風になったんだね、そういうことです。一個信用を勝ち得たんだね。そうです。それで、あ、じゃあもう一緒にやろうって思って、はい。
感じですね。最初は。そうだね。うん、まあそこからこういろいろとこう作業を重ねていく中でっていう感じになりましたけども、はい、まあさっきもちょろっと喋ったんだけど、うんうん、初めてスタジオに入った時、ね、あのプリプロもそうだし、うんうん、初めてレコーディングした時、はい、なんか本ちゃんのレコーディングした時のこととか覚えてる？いや本当にあの普通に私の僕、うん、自分の曲のレコーディングとかって歌うだけでも、うん、まあ1時間2時間ぐらいで終わるんですよ、1曲、うんうんうん、でも夜遊びの夜にかけるとかなんかは本当に半日ぐらいレコーディングして、ね、半日ぐらいやったねあれ。もうよく集中力持ってなって自分のを称えたいぐらいそうだね。でもそれこそ綾瀬さんも、うん、その半日ずっと付き添ってたんですから。いやいや、まあ、歌うのが一番大変ですからね、もちろん。いや、なんか本当にそれだけこの一曲に、デビュー曲にかけてるんだなっていう、うん、思いました。しかもこう、みんなやっぱりまだ初めてだから、うん、もちろん小説音楽にするっていうテーマもそうだし、うんうん、夜遊びっていうものの基盤を作る一番最初の部分だから、うんうん、どういう風にしたらいいのかっていう正解も実際誰も分かってはなかったからね。うん、あそこで結構、探り探り、シークラちゃんもうちょっと歌い方してみてもらっている、うん、あ、こっちもいいな、どうなんすかねっていうのを重ねて重ねて、ようやっと出来上がったのが夜にかけるというデビュー曲になっているということですね。はい。はい、もう、最近は音楽以外にもいろいろね、活動させてもらってる部分みたいなのもあって。そうですね。雑誌のナイロンジャパンで。うん、ファッション誌ですよ、デビューさせていただいて。いや、ファッション誌に出るなんて、ね、夢にも思ってなかったですから。ナイロンだよ、ナイロン。ナイロン、あのナイロン結構ン、うん、私たち変身してもらいましたよね、させてもらいましたよね。そうだね。いや、俺だって笑っちゃったもん、そのメイクしっかりしてもらって鏡見てマジみたいな。私も前髪ないと思いました、うん、そうだね、今まで前髪あったから、ね、いつも自分がやらないこうメイク感というか、うん、そういうのにね、なってるんだもんね。はい、それではここで一曲お送りしたいと思います、次の曲が、あの夢をなぞってという曲なんですけど、この曲に関する何かありますか？はい、はい、あ、こちらですね、うん、あの夢をなぞっての原作小説の、夢の雫と星の花という、原作小説ですね。こちらのコミカライズ配信が決定しておりまして、7月の25日より、LINE 漫画にて独占先行配信をしますよというお知らせがございますので、ございますので、ぜひチェックしてみてください。はい、どんな曲ですか、綾瀬さんにとっては。これはもう青春まっしぐらって感じだね。そうですね。もうすぐ本当に夏なので。そうだね。今からのシーズン、うん、こそ聴いてほしい曲っていう感じだね。うん、はい。はい。日本放送キーステーションに全国ネットで放送中。夜遊びのオールナイトニッポンゼロ。改めまして夜遊びの綾瀬と夜遊びのいくらです。はい、ですね、すごいことになってますよ。ツイッターのトレンド4位ですって、うん、4位すごくない？普通に、え、めっちゃすごいよね。すごいことじゃないですか、うん、はい、でもせっかくならね、ちょっともっと、まあ、なんなら1位とか、ね、1位行きたいなと思うので、はい、どんどん、つぶやいていってください。で、はい、ですね、ラジオを聞いているあなたからのメールを紹介していきたいと思います。これはいくらさんに来てるな。はい、栃木県たぬきのおかきさんからです、うん、コンポーザーの意味は分かったんですが、いくらさんが言った足し語という単語の意味が分かりませんでした。ないじる終わったで意味が分からなくて耳から変な汁が出てきましたって。よ、どうすんのよ。知りません自分で処理してください足し語ね、足し語、まあ、あの使ってください、足し語。どうやって、はい、あやさんにも多分〇〇のテーマについて来ております、はいはい、東京都可愛いって言われたいさん、多分綾瀬さんは歌が上手いのにカラオケでは歌わず、俺は聞いてたい派なんだよねというタイプ。おー、どうですか。なるほど、むっちゃ歌う俺。あ、むっちゃ歌う、うん、むっちゃ歌うんだ。めちゃくちゃ歌う、うん、あ、そうなんだ。めちゃめちゃ歌う。え、俺入れてもいいってすぐ言う。あ、そうなんだ、うん、全然じゃ違ったようなのでウィキペディアと書いておいてください。はい、それでは引き続きあなたからのメールをお待ちしています。受付メールアドレスは yoasobi@allnightnippon.com、 yoasobi@allnightnippon.com。 はい、はい、ここでですね、いよいよ我々の新曲多分を、初解禁したいと思います。はい、あ、これについてまたあのメールが来ておりますね、ラジオネームハートマトさんからですね。新曲多分は多分ミュージカル調で、うん、いくらさんがタンスの上で踊ってますだって。え、ちょっとみんな
そんないじる？そんないじるんだ。ミュージカル調で多分か。まあ、たしごとは言ってないな。単純って言ってる。いじってないか、これは。ね。まあこれがいわゆる宇宙初解禁ということで今から解禁されるんですけど、まあどんな曲なのか皆さんちょっとまだまだイメージを膨らませていただいて、はいはい。でこの楽曲はですね、どういった小説が元になっているかっていうのをちょっとお話ししますと、信濃さんという方が原作小説を書いてくださっております。で原作の小説のタイトルも今回は多分なんですね。はい、だ初めてなんだよね、その同じ、そう、楽曲のタイトルと小説のタイトルが一緒っていうのは初めてで。うん、そう、うん。もうなんか、これしかないなって思ったんだよね。ああ、そうなんだ。そう。やっぱこの曲は多分だなって思ったので、多分としました、はい。はい。それではお待たせいたしました。そろそろ聴いてもらいましょう。7月20日配信の僕たちの新曲です。YOASOBIで。多分、今回は少しだけお聴きいただきましたが、綾瀬さんはこの曲を作曲するにあたってどんなことを意識しました？この曲はですね、まあ、原作小説が結構切ないね、話となってるので、うん、なんだろうな、あの、こう一つの部屋の中でこう起こる出来事を、うん、はい、がまあその、そうやってこう展開していく話なんだけど、うん、そのこう感じ、なんて言うんだろうな、俺の中であのね、青っぽい、紺色っぽい、あの感じのイメージっていうのを、じゃあ楽曲にする上でどうしようと思ったら、うん、やっぱ音数はこう少なめのこうゆったりとしたテンポの中で、でもこうなんだろうな、暗いというよりかはこう落ち着いてるっていうような感じの楽曲が絶対合うだろうなと思ったっていうところプラス、この先の部分ですね、フルになればわかる部分とかに結構なんだろうな、空白を意識して作った部分があって、なんだろう、音が鳴ってないところを聞いてほしいっていう、ちょっと哲学みたいなこと言ってるんだけど、そう、音が鳴ってないその部分、静寂の部分を、こう、すごい聞いてほしいポイントみたいなところが、そう、そのあたりも、フルで聞けば、あるので、その辺、ちょっと注目して、ぜひ、解禁後は聞いてくださいというところで、いくらさんはどうですか、はい、歌うにあたってどんなとこ意識しました？そうですね、本当にその原作小説が、この主人公がこう目を閉じている間にこう起こる出来事をっていうことなので、すごくこう最初曲の頭ら辺は結構淡々と歌ってる感じなんですけど、こうだんだんとこう自問自答していって、でこうなんかセリフっぽいところも今回はさっき今聞いていただいてあったと思うので、そういうところはすごく今までにない感じで意識しました。そうだね、はい、ちょうどワンコーラス分のそのお帰りっていうね部分があったけど、あのお帰りも結構撮ったもんね。撮りましたね。最高のお帰りをね。最高のお帰りを。うん。で、しかも曲が言ったりしてるから、なぜか俺らのこの喋り方もさ、あのね、こういう感じで。確かに、さっきの勢いより、うん。なっちゃったけど。落ち着きました、はい。というようなこの新曲、多分ですね。こちらが、7月の20日0時に配信開始します。はい。そして同日の夜8時には、20時ですね、うん、ミュージックビデオも YouTube 上でプレミア公開されますので、プレミア公開すごい面白いので、はい、ぜひ、なんだろう、もうそのリアルタイムでしか感じれない、こう、みんなでチャットで盛り上がったりする感じとか、すごく楽しいので、はい。ぜひ、もうプレミア公開から貼ってみてくれると嬉しいです。はい。新曲の感想もお待ちしています。この後もまだまだお付き合いください。改めまして、YOASOBIの綾瀬と、いくらです。綾瀬さん。はい。なんと、まず、ツイッターが、先走っちゃった。すごい嬉しすぎて、ツイッターのトレンドが、3位に上がった。あ、来た！ 1 個上がった。ということで、ちょっとツイッターからもコメント、ちょっと拾っていきたいと思うんですけど、たくさんという方が、多分神曲、カッコだけど、間違えた。何どうしたどうした、曲名の、鍵カッコ、多分。多分神曲、カッコ絶対だけど、これ読みづらかった。なるほどね。はいはいはい。そういうことね。多分神曲。はい。あ、こちらも、一個読もうかな。はい。あんかけ餃子さんですね。あ、美味しそう。多分、素敵でした。いくらさんがタンスの上で歌ってると思うと微笑ましいって。じゃあそういうことにしますか。タンスの上で歌ってたの？いや、じゃあそういうことで行かせてください。ね、はい。お部屋のね。はい、はい、あ、いくらさんですね、番組を聞いての感想が届いております、はい、神奈川県、ポテチ食べたい、あとモテたい、欲望が多いな、はい、いくらさんが1億回って何回と疑問に思っていたので調べてみました。身近なことで例えると、人間が15年間でする瞬きの回数と同じくらいだそうです。そん
何してるんだっていう、ね、待って、でもそれぐらいか。いくらさん知ってましたって。知るわけないもんね。知ってない。すごくないこれ。そうなんだ。これからじゃあ1億回っていう話題になったらそれ言います。そうだね。今から15年経って、そしたらママだけを1億回やったのか。あ、それぐらいの人に聞いてもらえてるってことだ。まあ、そうだね。確かにすごい回数だわ、これは。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、いや、もう、普通にドキドキしてたけどね、新曲が初解禁されるっていうことでさ。もう、まあ、当たり前なんだけど。宇宙初解禁で、宇宙初解禁。反応が気になってました。やっぱね、なんだろう。しかも、楽曲を作ってから世に出るまでってもちろんラグがあるわけじゃない。昨日作ったものを今日出してるわけじゃないからさ。だから、なんだろう。こう作ってちょっと時間が空いて、うん、で、だから俺も改めて聞いたりするタイミングって、うん、まあお互いあるじゃん、うん、そういうのって、うん。ありますね。で、だから今、ちょっと久々ってことじゃないけど、うん、多分聞いてめっちゃいい曲だなって俺は思ってたよっていう。うん、やっぱりこの歌始まりっていうのがいいですね。はい。はい。はい、さて、ここでですね、一部地域の方とは、この曲を聴きながらここでお別れになります。次、聴いていただく曲はですね、今回これも、一つお知らせがあるんですけれども、フルリモート劇団の、ノーミーツさんのですね、新作長編向こうの国という、新作長編が、7月の23日から上演されるんですけれども、そちらの主題歌に選んでいただきました。そういった楽曲になっております、はい、これもね、なんだろう、この時期というか、この今年あんまり感じれなかった春の感じっていうのを、うんうん、少しでも感じてもらえたらいいなという思いを込めて、はい、僕は作りました。そうですね。はい、春感じてもらいたいですね。春感じてもらいたいし、いくらちゃんも、なんだろうな、うん、春らしさはすごく俺は、あ、いい春出してんなって思いながら聞いてた。結構、春っぽい女性らしい声で、は意識しました。うん、私、はい、実は。はい、といった楽曲となっております。それでは、はい、聴いていただきましょう。YOASOBIで、春ジオン。まもなく時刻は4時になります。改めましてこんばんは、夜遊びの綾瀬と夜遊びのいくらです。はい、毎週週替わりでお送りしているオールナイトニッポンゼロ、今夜は僕たち夜遊びが担当しています。1時間経ちましてメールもたくさんいただいております。はい、それではご紹介したいと思います、はい。大阪府の屋根裏の月面基地さん、新曲多分一部だけでも最高でした。音自体が柔らかく、そこにいくらさんの 歌声がそっと寄り添ってくれる感じで、いつまでも聴けます。フルが楽しみです。いやー、嬉しいね。嬉しいですね。音自体が柔らかくって、これすごく表現したいところだったんじゃないですかね。そう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 、うん。難しいじゃん。柔らかい音を表現するってさ。すごく物理的に難しいっていうかさ、それは嬉しい感じ。嬉しい感じ。ありがとうございます。続いて、4時になりましたね。はい。で、新曲の、すいません。続いてのお便りを紹介します。新曲の多分解禁めちゃくちゃ良かったので、すぐに買おうとしたのにまだ売ってないんですね。うん、ショックで耳から金魚の言葉にが出てきましただって。あら、言葉にで伸ばします、本当は。ちなみにこの方はイワシさんでございます。あ、イワシなんですね。はい、金魚の言葉にが。金魚は食べないでくださいね。はい。それではお次、滋賀県天パメガネさん、番組を聞いての感想ですね。これは綾瀬さん、梱包座の話をまとめると、物を箱に梱包する人、つまり引っ越し業者さんってことですね。ウィキペディアに書いておきます。やめて。なんでなの。すごい捉え方。そうだね、梱包座、その手があったか。なるほどね、初めて言われたわ。うまい、うまいよ。一本。うん。いや、なんか絶妙なリアクションしてしまったもん、俺。ふへへと。はい。それではですね、まあ、たくさんメールもありがとうございます。この時間はですね、こんな企画をお送りします。いくら団長、勝手に応援団よっ、これ。あやしさんが自分の手で叩いてくれています。はい。はい。はい。実はですね、学生時代、応援団に所属していたいくらちゃん。そんないくらちゃん、改めいくら団長が背中を押してほしいというリスナーに勝手にエールを送ってしまおうという企画となっています、ラジオの前のあなたから寄せられたメールに団長がエールを送るかもしれないし、送らないかもしれない、内容次第となっております、はい。電話番号が書いてあれば電話をすることもあるかもしれません。するかもしれません。するかもしれませんという感じなんですけれども、はい、さっきもちょっと聞いたんですけど、学生時代所属していたその応援団っていうのは、どんな感じの、こう、応援スタイルだったの？フレーフレーみたいな感じ。いや、その、オーソドックスなやつではなく、うん、
応援合戦っていう競技があって、はあはあ、それも勝ち負けあるんですけど、それの応援合戦の創作ダンスを指揮する、はいはいはいね、あの応援団長、指揮する係なんだ、そうです、団長、はい、リーダーだったね、っていう感じ、ダンスするっていう感じです。で実は今日あの高校時代 の, あ の, その、うん、応援団長やってたのは中学校3年生の時なんですけど、うんうん、高校時代の体育祭の T シャツを気合い入れて着 て, てます。いいね、青春って感じするやちゃんとあの後ろに寄せ書きとか書いてめちゃめちゃ書いてあるもんねいいな本当に、はい、着てきちゃいましたすごい本当に、はい、ということで団長準備はよろしいでしょうか。では気合い入れていきます。はいそれではですね、はい、早速いきたいと思います、うんうん、竹虎さんですね、僕は今絶賛就職活動中なのですが、正直順調とは言えず、先日第一志望の試験に受からなくて、うんうん、それ以来なかなか勉強にも身が入らないです、うんうん、他の試験も今後に控えているので応援してくれると元気と勇気を持てます。よろしくお願いします。そうですか、頑張ってください。なんか私も、はい、一昨年受験生だったので、うん、なんかすごく気持ちわかります。うん、うんうん、だから、そうですね。とにかく体には気をつけて。それはまあ間違いない。体調崩すことが一番、うん、基本だからね、うん。そう。だから、あとね、あれだね。できるだけ頑張るけど頑張りすぎない。そうだね、これが。無理しちゃダメだからね。はい。はい、大事だと思います。なんかちょっと適当ではないですよ。適当じゃないんですよ、うん、はい、本当に分かってますか、うん、すごい真剣な眼差しで言ってたもんね、はい、はい、頑張ってください、応援してます、頑張ってください、はい、竹虎さん頑張ってください、はい、続いて静岡県、うん、ナニヌネノーブラさん、はい、みんなすごい名前だな、そうだね僕はカードゲームの UNO が好きなのですが、いいね、毎回手札が残り1枚になっても UNO っていうのを忘れてしまいます。どうすればいいですか。これ応援してくるなのこれ応援、うん、アドバイスアドバイスかな、なんだろう、ずっと UNO って言ってたらいいんじゃないですか。逆にずっと自分が出したらずっと UNO UNO あれでもそれさ、なんかルール的にダメだった、ね、あ、ダメなんですか。結構地方ルールあるからね、これ。あ、そうなんだ。これ応援どう、エールに値する、これはエールを送るに、うーん、値しない、値しない、うん、いくら的値しない、いくら的には値しないということで、まあ、あの、はい、うん、あの応援はしません。手とかに書いときゃいいんじゃない、うの確かに、うん、まあそれを見れるだけがあれば言えてるよね、多分ね、はい、はい、でも頑張ってください、はい、はい、続いてなんですが、宮崎県坊主、うん、改めツノチェリーさん、ありがとうございます。僕は生まれて23年間、女性にモテたことが一回もなかったのですが、うん、ですが、はい、先日、友達に紹介してもらった女性と意気投合を、生まれて初めて自分から LINE を聞き、生まれて初めてデートに誘い、来週初デートに行くことになりましただって、おめでとうございます。いいね、しかし、23年間、女性と二人きりで出かけたことなんて一回もない。うん、そっち系ね。ので、そう。違う、あの、質問の内容が、ね。してる、ね、違う、内容がそっち、恋愛系ね、っていうことです。はい、はい。最近ドキドキで、ここ2週間、夜も眠れませんと。可愛いですね。お二人からデートが成功するように応援していただけると嬉しいです、うん、ということなんですけれども、うん、こちら電話番号を送っていただいているということで、電話できるんですかね。かけてます、今かけてます、電話してみましょう。わ、すげえ、これ、やだ、頑張ってほしい、これ頑張ってほしいね、うん、いくら団長の腕が鳴るね、これは。お、来た、出てくれ、出るかな、もしもし、もしもし、はい、聞こえていますか。あ、聞こえてます。あなたおデートに行くんですねバレましたね、はい、改めまして夜遊びの綾瀬と申します。いくらと申します。あ、こんばんは、こんばんは、坊主のチェリーと言います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ツノチェリーさんはその相手のことをどう思ってるんですか、はい、今もう先々週ぐらいに紹介してもらったんですけど、はい、はい、もうそっ顔で会った瞬間にもこの運転の引き合って、わ、感じちゃって、はい、そこから寝れない状況ですね。なるほど、じゃあもう楽しみで、正直もう現段階で好きだっていうもう感じ。はい、もう大好きです。ああ、いいな。はい、23歳でしょ、いいね。ちなみにその彼女は、はい、その芸能人とかで言うと誰かに似てるとかってあります？結構アイドル系ですね。アイドル系、なるほどね。なるほど、誰とかっていうのはいたりします？顔が思い浮かばないですけど、名前が思い浮かばないですよね。うん、はいはい。
あ、名前を覚えてます。アイドル系なんです。アイドル系なんで、はい、女優さん、モデルさんとかのこう綺麗系よりはこう可愛いみたいな感じ。あ、そうですそうです、可愛い系ですね。愛嬌ある感じですね。清楚で可愛い系です。なるほどなるほど、はい、え、ちなみにそのデートで告白しようと思ってますか？そうですね、ちょっとデートに行く場所が、はい、ちょうどあの縁結びの神様を祀ってあるちょっと青島っていうとこなんですけど。おいおい、ガチじゃん。はい。そこでちょっとタイミングを見て。できればやってみようかなと思います。なんて、はい、なんていうセリフというか、なんて言って告白するんですか？会った瞬間から、運命を感じたから、一回付き合ってくれんかな。うわー、なんかもう、その方言の感じもね、うん、いいよね。宮崎県の。告白はストレートのが一番いいですよ。周り黒いより。はい、女子目線です。はい、そうね。じゃあちょっと、それを受けての、いくら団長の応援を、ちょっと。はい。はい。絶対にうまくいくと信じてます。頑張ってください。はい。ちょっと待ってね。まだ閉められない。まだ閉められない。まだ閉められない。で、どんな感じでちょっとエールを送ってほしいのかっていうのをちょっとツノチェリーさんにね、聞きたくてですね。今回3つ選択肢を用意しております。はい。言っちゃった。まず、1個がですね、イクラちゃんの、高校時代のそのままのこう応援のパターン。あ、なるほど。っていうのと、2つ目は、アントニオ猪木さんのパターン。で、三つ目がアニマル浜口さんのパターンです。はい、あ、なるほど。はい。この三つの選択肢から選んでいただけます。すね、うん、じゃあ、はい、信じてますよ。気合を入れてほしいんで、二、うん、番目のアンテニオ猪木さんで。初っ端から、はい。わかりました。いいね、人生初やらせていただきます。頑張ってください。人生初をあなたに。はい。よし。はい、それでは、はい。それでは、初デートで告白できますように、元気があれば何でもできる、頑張ってね。はじめよう。気合入りました。よかったね。気合入った？はい、気合入りました。よかった。頑張ってね。ちょっと本当に頑張ってください、マジで。あ、ありがとうございます。応援してます。また応援してますんで。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ、バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。さよなら。はい。いいね。なんか、超良くない？いいですね。なんか、恋の始まりを久しぶりにお聞きしました。このさ、うん、ドキドキで2週間夜眠れないみたいなことって、本当に私最近寂しい生活を送っているので、こんなのもう、久しくないよ。うん。いいな。いいですね、23歳で。ね。ちょっと、頑張ってほしいね、マジでね。頑張ってほしいですね。うん、はい、うん。ということで、続いての、いきたいと思います。はい。大阪府の桜さんですね。はい。さくらさんですね、うん、高校2年生です、私は8年間続けているアイスホッケーを本場でプレーしたかったのと、英語が話せるようになりたくて海外留学をしました、うんうん、で今はコロナの影響で帰国中ですが、また8月からカナダに戻って生活をします、うん、初めは何もできない自分にがっかりする毎日でしたが、うん、今は意思疎通ができるくらいにまでは英語が話せるようになりました。あ、すごい、すごいよ本当に、今年ももっともっと、勉強して、うん、スポーツでもいい成績を残して周りから認めてもらえるような人になりたいので、うんうん、帰国子女の先輩でもあるイクラさんにアドバイスをもらいたいです。ぜひお電話してください。ということで、電話をしてみましょう。はい。そうなんね。イクラさん実は帰国子女なんですよね。電話をかける前にちょっとちらっと言いたいのは、私は3歳までしか帰国子女ではございません。なんか、はい、だからそのペラペラとかっていうことではない。はい。でもまあ、頼まれたからにはしっかりと応援させていただきます。ね、まあ、先輩であることには変わりはない、ね。はい。一応ね。電話出てくれるかな？電話出てくれるかな？どうかな？どうだどうだどうだ、わ、出てくれ。さくらさん。さくらさん。さくらさん。さくらちゃん、ここ2年生だ。はぁ。出ないかな？出ない。ただいまで言われてることができます。じゃあ、もしかしたら、ね、後で聞くかもしれないから、ちょっと応援だけさせていただきいいですか？言っとこうか。はい。いや、本当に私が言えるようなことではないですけど、うん、でも、頑張ってもらえるように、応援行きたいと思います。うん、はい。じゃあ、私、アニマル浜口パターンでやらせていただきますので。はい。いや、ちょっと自分から行くの。はい。ちょっと、今日気合い入れてきてるんで。あ、オッケーオッケー。行ってみよう。はい。それでは、さくらさん。気合いだ！
待って、それだけ？え、違うんですか？え、うん。あ、そっか。消えた、消えた、消えたみたいなさ。あ、そっか、そっか、そっか。あ、ちょっと、あ、もう一回やってもいいですか？すいません。桜さん、消えた、消えた、消えたこういうのもあるね。あ、こういうのもある。こういうのもある。ちょっと音うるさいから。はい。さくらさん、本当頑張ってください。はい、頑張ってください。応援しております。うん。はい。では、次行きたいと思います。ハクハクさん。夜遊びの曲が大好きで毎日聴いています、うん。ありがとうございます。卓球部に入部している中学校、中学生3年生で、うん、もうすぐ引退試合がありますと。あ、なるほど。うんそこで優勝して最後を飾りたいのですが、うん、決勝でクラブでは勝てているけど、公式戦では一回も勝ったことがない相手と当たります。うん、いくら団長ぜひ応援よろしくお願いいたします。と。なるほど。いうことでございます。部活ですね。こちらもお電話。あ、来た。電話してみましょう。出て。欲しい。出てほしい。なるほどね。部活。アイスさん部活何やってました？僕は本当にちょろっとだけ野球部をやってました。あ、そういえばなんか坊主時代あったって言ってました、ね。あったあったあった。やっぱ野球部、その別に制約があったわけじゃないんだけど、あ、野球やるならやっぱ坊主でしょっていうのがあってね。すごい決めたんですね。決めました。丸刈りでもう真っ黒焦げに焼けて。やってました。かからない電話音がない。でも、一応応援します。どうします？一応応援しとく？はい。うん、はい。じゃあこれ最後残ったパターンかな、いくらちゃんの高校時代の、はい、普段の応援パターンかな。はい。うん、私そうですね、頑張るっていうことに関して、はい、思ってることを今から、お、応援で言わせてもらいます。お、なんだ、はい。それでは誰さんでした。あ、お名前すいません。あやすさん。ハクハクさんです。ハクハクさん。はい。はい。ハクさん、できるだけ頑張ってください。でも頑張りすぎないで自分を大切にしてね。おー、なるほどね、はい、これ用意してたんだけどさ、全然空気違った今ちょっともう押しちゃってたからさ、鳴らす以外の選択肢なかった今逆に空気を壊しましたねすいません、本当に申し訳ないです。そういうトーンだと思ってなかったなさいね逆に面白かったですね。はい、はい、はい。じゃあ、もう一つ、ちょっと行きたいと思います。来週、中2で初めての期末テストがあります。うん、うん。ですが、寝不足で困ってます。うん。ぜひ、よろしくお願いします。まだ気合入ってんだ、なんか。なるほど。はい。お電話。お電話。いけるかな？次こそは、来てほしい。来てほしい、来てほしい。中学生。中学校2年生。一番楽しいですね。一番楽しい？楽しいと思いますよ。お、来た。さあ、どうだ？出て。どうだ？お願い。あ、起きた。もしもし。あ、もしもし。こんにちは。こんばんは。こんばんは。すごく可愛いお声が。うん。寝不足？あ、すいません。もう一回お願いします。ね、寝不足なの？あ、はい、ちょっと寝不足で。ああ、それは私たちで何とかしなければならないということで、夜遊びの綾瀬です。いくらです。こんばんは。期末テストね、緊張するよね。うんうん、うん。ね、わかるわかる。今、ラジオって聞いてました？ちなみに。はい、なんか2分遅れになってて聞いてます。あ、そうですね、なるほど、なるほど、なるほど。はい、今、どういう状況で聞いてるんですか？こう、ベッドの上とか。うんうん。大丈夫？なんか。落ち着くんだ。ん？大丈夫？深呼吸する一回。興奮してちょっと話が入ってこない状態。これ寝不足に拍車をかけちゃうな、これ。ちなみに、今何の勉強をしてるの？8教科あって、英語と国語と数学と理科と、家庭科と保健と、あと、何だっけ。数学、社会と、英語。たくさんあるよね、もう。8教科か、大変だ。すごい、それは寝不足にもなるわな。うんうん、ちなみに、一番苦手な科目って何？うん、テストには入ってないんですけど、体育です。あ、なるほど、ね。体育なんだ。入ってる中だったら、ちなみに苦手な科目は？苦手な科目は、あんまりないですけど、勉強できるタイプ。なるほどね。
庭科。家庭科ね。なるほどね。家庭科ね。まあ、だからこう主要なあの5教科とかではないんだね。うん、なるほど。あ、はい、あんまり。なるほどね。なるほど、なるほど。で、だから寝不足で困ってるっていうのは、じゃあまた別の要因で寝不足になっちゃってるってこと？うん、あ、まあ、でも夜更かししてしまってるっていうのは結構あります。何をしてるの？なんか YouTube 見てるとか？あ、YouTube 見たり、あの、アニメ見てたり、いろいろ、あ、岩杉さんの曲聴いたり。今気使って気使っちゃった今ね。ごめんなさいね。中学2年生に気使って。ありがとうございます。じゃあ、いくら団長、これ、どうですか、はい、これ、応援。そうですね。勉強できたっていうか、いくらちゃんは。私は中学校の時は全然できてないですね。あ、本当。はい。なので、うん、お勉強的なことでアドバイスとかできないんですけど、でもなんか、どういうことを応援してほしいですか？うん。いや、もうなんか応援してもらえるだけで、もう頑張れるんで、なんでも全然。なるほど、なるほど。なるほど。じゃあ、どんな感じでエールを送ってほしいのか、3つ選択肢を、与えますので、まず1つは、いくらちゃんの高校時代の応援パターン。うん、で、2つ目は、アントニオ猪木さんのパターン。うん、そして3つ目が、アニマル浜口さんのパターン、どれがいいですか？なんか全部混ぜてみるってできます。全部混ぜてみる。お欲張りね。欲張りだね。これ。なるほど。いくら団長どうです？これいけます？いや、NG ないですから。おお、すごい。はい、わかりました。はい。じゃあちょっと頑張って。はい。行ってみましょうか。元気があれば何でもできる。キューー私もテスト期間だから一緒に頑張ろうね。頑張れ。あ、いいね。ありがとうございます。そうね、いくらちゃんもテスト期間なの。実は大学の期末ですね。じゃあ一緒にいくら団長も頑張るとのことなので、一緒に頑張ろう。夜を乗り越えよう。うん、はい。でも寝不足はね、ちょっと体壊しちゃったりしてもいけないから、うん、体が一番大事。しっかり寝れる時に寝ましょう。あ、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ頑張ってね。頑張ってね。岩杉さん大好きです。ありがとう。はい、じゃあね。バイバイ。さよなら。いや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 。ちょっと一個だけ言っていいですか。うん、あやさんずっと鳥のぬいぐるみなんか抱きかかえてるのに。何も思ってなかった今。ちょっとどういう状況って。相棒になっちゃってましたね。ね、押して離すとこになるね。とても桁正しいチキンが。ケバブ屋さんとかで浮いて。あ、そうそうそう。下がってる。ほんの無意識に俺ずっと持ってたわ今。めっちゃ握りしめてる。緊張してんだろうね。それを一言言っていただきました。はい。はい。引き続きあなたからのメールをお待ちしております。受付メールアドレスは、yoasobi@allnightnippon.com、yoasobi@allnightnippon.com となっております。はい。はい、ということでですね。YOASOBIの綾瀬です。YOASOBIの池田です。今夜は僕たち YOASOBI が生放送でお送りしています。YOASOBIのオールナイトニッポンゼロ。改めまして、YOASOBIの綾瀬と、YOASOBIのいくらです。いや、そろそろ1時間半だよ。あっという間ですね、本当に。あっという間だね。マジで、やっぱり緊張してたんだなって思うぐらい、あんまり記憶ないもん、俺。私も。ではですね、ラジオを聴いているあなたからいただいたメールを、はい、紹介していた、いきたいと思います。うん、てるまえおまえさんですね。うまい。うまい。ニュースです。YOASOBI、AMN、MN になっちゃってる。ANN0 トレンド1位になって、え、1位になってるんですか、マジ？え、すごい、やったぜ。 え、日本のトレンドに1位になってるってことですか？多分、え、初じゃない？多分全部込み込みで今までのこと。そうですよね。1位は初めてだよね。うわ、え、超嬉しいんですけど。いや、これ今の気持ちどうですか、アントニオイクラさん。アントニオイクラは何でしたっけ、アントニオイクラさんです。必死にめくってる、必死にめくってる。元気があれば何でもできた。あ、ほんとね。無理やりでした。いやー、本当に、ありがとうございます。ちょっと元気にやってよかった。いや、よかったね、うん、まだまだ、盛り上げてください。ありがとうございます。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、じゃあもう一ついきますね。はい、東京都半辺侍さんからです。応援団長のコーナーですが、うん、猪木さんの顎の感じが足りてないです。もう一度お願いします。猪木で求めんの？いいじゃん。猪木で求めてんの？元気があれば、何でもできる！いくらはどうなってしまうんだろう。
もうなんか俺その久しぶりに見た女の子がこう困ってキョロキョロしてるやつ久しぶりに見た、なんか、うん、顎出したの初めてですよ皆さんの前で、うん、すごいねすごいねっていうコメント女子に対して良くないと思いますよ私はあの見れてとても面白かったです。それは良かったです。はいそれでは、次の、はい、綾瀬さんに、はい、何でしょう、三丁目のゆうきさん。なんか上手い人多いですね、ね、名前。さすがだな。はい。多分、綾瀬さんは、初めて行く美容院で緊張しすぎて、うん、自分のやってもらい髪が、やってもらいたい髪型を伝えることが苦手。どうですか？もう、多分絶対そうだし、そうなんだが、うん、もう僕ね、何年もね、友達にずっと切ってもらって、美容師の友達がさ、いるから、幼馴染のやつが美容師なのよ。そう、うん。そう、だから、もう、新しい美容室に行くみたいなことがなくて。ああ、なるほど。でも、あったとしたら、うん、仮に今行けって言われたら、多分そうなる、うん、俺は。ああ、なるほど。めちゃめちゃ人見知りだから、俺。そういうの無理なのよ。うん、私も結構、自分のやってもらいたい髪型にならないことが多い。どっちも言えないよね。はい。続いて、これも綾瀬さんに。はい。漢字が読めない天草大王さんでよろしいでしょうか。すいません、ちょっと、小学生の漢字が読めませんでした。多分、綾瀬さんは、ドッジボールで開始早々、うんうん、わざと当たり、外野から相手チームを攻めていくタイプ。どうですか？ドッジボール。僕はドッジボールむちゃくちゃ強かったので、ずっと内野で無双してましたね。外野に行くということはプライド的に許さなかったので。もうそもそも。そんなもうわざと当たるみたいなことはもうしない。もはや。そうなんだ。そんなことはしない。実は私も小学校の時、ドッジボールの女王って呼ばれてたんですよ。何その情報、なんでなんあの、幾田には勝てん、あ、幾田リラって名前なんですけど、幾田、ねうん、には勝てんって言われました。うん、はい。さっきの丸々しか勝たんみたいな感じで。なるほどね。はい。はい。さて、ここで日本放送をお聞きの方とはそろそろお別れの時間となってしまいました。最後まで聞きたいという方はですね、うん、ラジコのプレミアム会員に入れば聞くことができますので、はい、5時までやってるので、ぜひ気になる方は調べてみてください。はい。はい。ここまでのお相手は、夜遊びの綾瀬と、夜遊びのいくらでした。